はい、時刻はですね6月21日夜の11時26分ですね。まあこれ 4K で撮ってるんで、まあ、日付またぐと思いますけども、今日で最後になります。キャンペーンやってるやつですね。はい、まあ、ご自宅ね、金麦をバックにね、なかなか撮れないですから、まあ、ちょっともう片付けたいので、片付ける前に機械損失しないようにうちにね。まあこれ撮ってる理由は一つあるんですけど、今回お話ししたいのが、結構これ量ありません？でも僕毎日1日1本しか飲んでないんですよ。僕お酒飲めないんで、強くないんで、1本飲んだら酔っちゃうんで、だから1本なんですよ。だから1本飲んでて、この自粛中、まあいつもずっと自粛して動画しか撮ってないんですけど、まあ動画撮ってるんで僕もストレス溜まる部分あるわけですよね。まあ空気言うてますけど、空気言うてますけど、まあ、空気なんですけど、空気を吸うストレスもあるんですよ。なんで、まあ、今日も頑張ったな、みたいな。で、一杯飲んで、寝るんですけど、どうすかね、これ、積み上げ。まあ、今日のブログかな、日付回ってますけど、ブログでも書いたんですけど、なんか日々の積み上げって、1個でもね、続ければこんなになっちゃうんですよね。ただし続けることが目的になっちゃってる人が多かったりとか、やることがもうなんか動画を撮ることが、アップロードすることが目的になっちゃったりとか、要はなんか今日塾生さんからその何も考えずに動画をアップロードしちゃいましたみたいなね、あったんですけど、目的は何なのかっていうとこで、稼ぐことじゃないですかね、稼ぐことなんですよ。で、稼ぐことにフォーカスする、売り上げを作ることにフォーカスしないといけないんですよ。で、これね、もう直近の事例言うと、本当に塾生のあやさんですね。あやさん、この前商品売ったんですけど、売る前に吉永さんと結果に僕が100本ぐらい動画撮りますよみたいなね、言ったんですけど、いや結果にフォーカスしてくださいって言われて、で僕なりに結果にフォーカスして、僕なりに動画でもそのあやさんのね、いいところだったりとか、あやさんの強みっていうところだったり、ベネフィットっていうのをしっかりと、まあ僕なりに伝えた後、セールスレターも結構がっちり作ったんですよ。うん。で、まあ結果的に売り上げ100万ぐらいいったんですけど、まあ僕も偉そうに言ってますけど、やっぱブレる時あるわけですよね。なんか動画を撮ることが目的みたいなね。でもやっぱりビジネスやってるわけですから、結果にフォーカスしないといけなくて、僕の場合はいろんな動画アップロードしてる理由はテストなんですよね。テスト、圧倒的なテスト。まあこれ中長期の戦略なんですけども、広告収入でも僕ある程度飯食いたいんですよ。てかもう広告収入でも、まあ5年後10年後20年後になるか分かんないですけど、広告収入でもある程度30万とか50万、僕が最低必要なお金が50万なんで、50万ぐらいは広告収入から得たいなっていうところもあるんですよ。今コンテンツ販売がもちろんやりますよ、コンテンツ販売を主軸としてやってますけど、やっぱり毎月商品売ってくるのしんどいんで、広告ビジネスっていうところで、メディアを作る。じゃあメディアを作る上でいろんな動画アップロードしてみて、ニッチなやつですね。例えばこれね、僕が今ほぼキーワードジャックしてるキーワードがあって、オリーブスパっていうねやつをキーワードジャックしてるんですけど、結構これもいろんなキーワードをテストして、オリーブスパで今8000回ぐらい回ってるやつがあって、他にも1000回とか何百回とか、まあ結構そのオリーブスパで検索すると、まあ僕の動画かなり出てくるんですけど、まあそれもいろんなテストして、でロングで回ったりとか、まあオリーブスパっていう店舗がなくならない限り、まあ検索される、まあ少ないですよ、そんなに大量のトラフィックじゃないですけど、ある一定の層が、ま、回る。だってオリーブスパがなくなったらあれですけど、まあオリーブスパって東京近辺にあるオイルマッサージのお店で、ちょっと高いところなんですけど、たまに行くんですよ。でたまに行ったらすぐ動画撮るんですけど、うん、でなんかまあいろいろテストして、で、あこれいけるんだと思ったら攻めたりとか、あとはなんだ、
なんか検索かけた時にニッチだけども僕のなんかいっぱい出てくるようにしたいので、そのテスト結果のフィードバックですよね。だいろいろテストしてみるっていう。でもちろん初動はいかないんですよ。で初動はいかないんだけど1年2年3年スパンで見るともうこう、この伸びてくるやつがやっぱあるわけですよ、ロングで。しかもずっとこう回るやつもあるし、だから見てます。うん、だからまあそんな感じで、まあなんだろうな、一応その考えてやらないとダメですし、売り上げを作っていくためにやってるわけですから。ただ僕はちょっと特殊です。うん、だけど特殊にしてる理由もあるんですよ。なんで王道をしないのかっていうと、もう単純に僕が本当に売り上げだけをするんだったら講義動画しかねアップしなきゃいいんですよ。インターネットビジネスの稼ぐなんちゃらっていう講義動画だけアップして、でそれで集客をして、で販売していけばいいだけなんですよ。だって その商品じゃないですか。その商品を売ってるわけですから、そのフリーコンテンツを作っていって、それで集客してそれを売っていくっていう、まあもうストレートですよね。まあこっちの方が一番簡単なんですよ。ただ簡単だけど、その簡単なやり方をやってもなんだ、差別化ができないというか。だからこれビジネスにおいて差別化も必要なんですよね、ブランディングっていう。で僕のブランディングをお勧めしないですし、僕のブランディングを真似する必要はないんですけど、少なくても圧倒的な差別化ができてるはずです。僕はね、僕は絶対圧倒的な差別化はできてると思います。だって昔お客さんからも言われましたけど、情報商材屋っぽく全くないですねみたいな。だから僕は YouTuber と情報商材をプラスミックスしてるような感じなんですよ。普通のその情報系の人たち、ビジネス系 YouTuber ですよね。ビジネス系 YouTuber ってほぼビジネスじゃないですか。こんななんか動画アップしないですよ、ビジネス系 YouTuber の人って。だから僕はもういろんなプラスミックスして、で、ビジネスってなんかプラスするか引くしかないんですよ。だから iPhone とかもね、なんかインターネットができます、音楽が聴けます、アプリがありますとかプラスミックスいっぱいして、結局それが iPhone になってて、僕もいろんな要素をプラスミックスして自分っていうオリジナルを作ってるんですよね。うん、だから結構ね、僕のやり方はねちょっと特殊すぎるんで本当に真似しない方がいいと思います。でその塾生さんにも言ったんですけど、なんか真似、僕何も考えずなんか僕みたいになんか真似していく、なんだったら動画をなんだ1000万本ぐらいアップする気合いないと難しいよっていう。1000万本それ僕100万本なんで、100万本いくぞみたいな話なんで、1万本でもまだ0本かなっていうぐらいの基準値なんで、多分1万本で0本の基準値ってあんまないと思うんですよ。1万回やってまだ進んでないみたいな、まだ進んでねえのかよみたいな。でもほとんどの人ってなんか100本やったら頑張ったレベルじゃないですか、多分100本もやったみたいな、全然稼げねえっていう多分レベルだと思うんですよ。いや僕1万本アップしてもゼロですよ。でもその中でも僕はその少ない再生数でも売り上げ上げるために濃くしてるっていうところありますけどね。うん、はい、なんかいろいろとごたごたぼやいてますけど、まあ、とりあえず何が伝えたいのかっていうと、今日でキャンペーン終了ですよと。でまあ僕が今までやってきて、なんだ、コンテンツビジネス、ネットビジネスでどういうふうにやれば売り上げ作れるのかっていうところに完全フォーカスした、セミナーっていうのをやりました。ね、ここで、鹿児島で。うん、で、それは、多分今までの僕のセミナーの中では、僕はかなり最上級とか、もうトップクラスだと僕は思ってます。なぜならば、これ言ってるんですけど、参加してくれた人がね、わざわざ、ね、参加費5万なんですよ。で参加費5万払ってね、鹿児島までわざわざ来て、で勉強してるわけですよ。しかも月収100万以上稼いでる人たちが参加してくれてるわけですよ。じゃあ僕もでしょ、わざわざ鹿児島まで来て5万払ってね、1日ですよ、ワンですよ、1日のために5万払って鹿児島まで来ます？多分ほとんど来ないですよ。どうですか、5万も払って、5万って大金じゃないですか。5万払ってで鹿児島まで来るみたいだ。その参加者の前で、その参加者の前でありきたりなこと言ってもしゃあないじゃないですか。だからあのセミナーは
やっぱ今まで出なかったことが言えましたよね。やっぱり本当にやっぱ初心者向けのことが多いんで、まあ、ターゲットはもちろん初心者なんでしょうがないんですけど、それは、だからまあコンテンツ販売、情報ビジネスの肝となる核となる話をすごくしてます。でやれば売り上げ上がります。これ間違いないです。やらないとダメでしょね。でノウハウとかテクニックは今回すごいです。だけど使わない、やらなかったら0円ですよ。でも使えばかなり強烈なノウハウテクニックっていうのをお伝えしてます。でマインドセットも超強烈です。そこら辺のマインドセットじゃないです。だってこのマインドセットはあのコンテンツビジネスで80億稼いだ人から教わって、実際に僕もそれをやってるんで、で売り上げ実際それで作ってきましたから、だからそのマインドセットもそこら辺のマインドセットじゃないですよ本当に。だからまあ内容はめちゃくちゃいいですね。だ今回ねちょっとあの価格どうしようかなって悩んだ部分あるんですけど、もうちょっと高くてもいいかなっていう、悩んだんですけど、まあまあまああのね、東京でもまたコロナの感染がまた増えたりとかしてるわけじゃないですか。で多分あの経済状況もねそんなによろしくないっていうのもあるわけじゃないですか。なんでまあドリームアカデミアは値下げすることはないですけど、そういうフロント商品に関してはまあちょっと正直この価格では出したくない部分はあったんですけど、まあいいかなと思って。だからチャンスですよ。コロナチャンスです。コロナチャンス、はい、コロナチャンスでございます。コロナじゃなかったら多分ね、もっと高くしてました多分。だ内容だからセミナー本当300本以上やってますけど、多分一番いいんで、まあ今後その参加者の人が全員ですよ、参加者の人が全員月収100万以上稼いでるような人たちが参加するセミナーをやったとするならば、それと同等のもしくはそれ以上の内容をお伝えできるセミナーっていうのはできるかもしれないですけど、僕即興なんで、だからその聞き手の人が、質問する聞き手の人がこうなんか高度な質問って言ったらあれですけど、なんだろうな、僕のその4次元ポケットをどうこう引き出すのかっていうところで、まあ初心者の人の質問の仕方と月収100万以上稼いでる人の質問の仕方ってやっぱちょっと違うし、ちょっと違うポイントなんですよとか、だからそこで結構いろいろ話せたかなってありますけどね。はい、まあ金麦と全く関係ない話になってますけどまあいいですけど、まあ、あとね、そう。これ、まあ、一つ事例としてお伝えしておきますけど、お酒を飲みながらぼやくっていうのが、お酒を飲みながら始めた、これ、柴田さんパクったんですけど、柴田さんがハイボール研究所っていうのをやってて、お酒を飲みながらね、なんか動画撮ってたんですよ。お酒飲んでもこれありなんだなっていうところに気づいて、僕すぐやったんですけど、で、お酒を飲みながらぼやくっていうのを最初、まあ、やったんですよ。で、やったら結構反応が良くて、あ、これ結構いけるんだなっていう。でそのまま続けてったら、あの最初はこの金麦の青ですかね、金麦の青とコンソメパンチで、こう金麦の青とコンソメパンチをひたすら飲んで食うみたいな動画を撮ってやってったら、まあ、そこで熱狂的なファンができまして、吉田さんコンソメパンチ買いましたみたいな、あのスクショが、あの写真が送られてくるようになって、でセミナーにも参加してくれて、でドリアカにも入ってくれてみたいな、あ、お酒飲みながらでも商品売れんだみたいなこれ新しい発見だったんですけど、であと今度はその柴田さんを丸パクリして、僕はライブでやったんですよね、ハイボール研究所で。それも結構定着して、ハイボール研究所のライブの投げ銭できるんじゃないですか。で投げ銭だけで10万以上は投げていただいたかな、ハイボールやって。でハイボール研究所のライブ中にお酒飲みながらセールスして、で多分100万ぐらい売ってると思います。なんかその当時鹿児島合宿10万とか20万とかで売ってたような気がするんですけど、それハイボール飲みながらね、鹿児島来いよみたいな、もう決済リンク送ってくださいみたいな、なんかやり取りとかして、多分ハイボール研究所内のセールスで100万ぐらい上がってると思います。
だそれも新しい発見ですね。お酒飲みながらセールスしても売れんだなみたいな。うん、そう。あとは僕はそのジャパネット高田の社長ですよね。なんかそのセールスはエンターテインメントだっていう位置づけをしてる部分があるんですよ僕は。なんかジャパネット高田のそのテレビ番組の、まあ、もう高田社長引退しちゃいましたけど、当時僕すげえ見てたんですけども、セールスが面白いんですよ。わかります？このセールスが面白いって、みんなセールスされるの嫌じゃないですか。でも高田社長の面白いんですよ。あ、これすごいなと。あのセールスがエンターテインメントってこれ面白いなと思って、で僕はもう高田社長のそれをパクってますね。うん、セールスをエンターテインメントに変えられないかみたいな。だこれもそうじゃないですか。一応セールスなんですよ。キャンペーン終わりますよ、今日で終わりますよっていうなんですけど、なんかちょっとエンタメっぽくなるじゃないですか、ね、こんなバッグで、こんなバッグでセールスする人いないですよねなんで、まあ、そういうのもあったりと か、 だからいろんな要素を取り入れて実験してテストしてやってます。ただし僕のは特殊なんですよ。こんなやり方 やれ真似できる人あんまいないです。てかやんなくていいんですけど。だから売り上げをどうすれば上げられるのかっていう本物というか、なんだろうな、もう間違いないやり方ですね。うん、だそもそも僕はあの昔10億円ぐらいその売り上げをね会社間で作ってきたんですけども、その時って僕顔出ししてないですからね。もうゴーストライターでやってましたし、うん、だから今メディアにこうやって自分で出てなんかいろんなことやってるのはここ3、4年ですよ。うん、だ昔まではもう10年以上はずっとゴーストライター顔出しせず名前も出さずずっと裏でやってたんで、だそのバックボーンがやっぱでかいですよね。うん、だそこで得たものっていうのはもうエッセンスももちろん入ってますけど、うん、だからあのなんだろうな、まあこれはちょっとね茨の道なんですけど、なんか今までうまくいったものをその通りにやるっていうのは別に悪くないんですよ。だから僕もコピー書けるんで、書いて売り上げ作ってきたんで、別に顔出ししてねこんな動画撮らなくてもそれを突き詰めれば、別にそのコピーでねステップメールで売るとかねずっとやってきたんで、それやればいいんですよ。だけどそれを破壊してまで、それを消してまで、また新しい道っていうのがないのかっていうところを、新しいノウハウですよね。だからそういうのを確立するために、いろいろな方法でやってみるっていうとこですよね。まあ、そうしないと進化しないじゃないですか。オリジナルって生まれなくないですか。オリジナルのノウハウって生まれなくないですか。あとやっぱ熟成さんに教えてますけど、お客さんに教えてますけど、お客さんもライバルじゃないですか、ぶっちゃけ。だから僕も熟成さんから報告もらうと、僕より稼いでる熟成さん今もう出てきてるんですよ。だから、ああ悔しいなみたいなっていうのも思うんで、だから僕にしかできないこともやっていかないといけないなと思って、だ僕にしかできないことってなんだろうと、もうすぐもうアウトプットしていろんな動画も無作為にアップロードできる、これ僕の強みだなみたいな。だからどう考えても僕の強みなんですよ。これみんなできないんで。無作為ね、唐揚げくん食べましたとかね、なんか買い物してきましたなんか動画アップしたりとか、あとこの前なんかあのなんだ湿気のなんかあの湿気取り剤のなんかレビュー動画撮ったりとか、あとコーヒーのとかね、あと料理動画とかね、まあできないですよみんな。だって売ってるものは情報ビジネスじゃないですかまあできないですよね。だからそれが僕の強みだなっていうところもできるので、やってテストして、でもちろん売り上げがゼロだったらね、僕も飯食えないですから、商品を売るときはしっかりとなんだエンタメ性入れてる部分ありますけど、商品売るためのなんかその話するじゃないですか。はい、ってことでいろいろとなんかぼやいちゃいましたけど、なんだ今日でもうこれ、まあ、あと10分で今日あの6月22日になりますね。はい、もう本当に50万の価値をねつけたっていう映像ですから、
これはね見といた方がいいと思いますよ。本当に情報ビジネス、これからやるコンテンツビジネスやるっていう場合は、僕がねはっきり言って10年以上経験して、いろんな失敗とかいろんな成功を積み上げて、それの集大成みたいな話ですよ。だからまあこれからね、あの10年以上なんかネットビジネスやって10億ぐらい売り上げ作ってっていう経験を一人で積むんだったら別に僕の情報必要ないですけど、まあショートカットというか、うん、それを学べるわけじゃないですか。うん、その時間とか僕の経験を学べるわけじゃないですか。使わないとダメですよ、もちろん。買っても使わなければ何の意味もないですけども、使う前提であるならば役にはめちゃめちゃ立ちますよね。だからあやさんも50万の価値がありましたって言いましたからね。なんか 5万円、毎回結構セミナーするときにちゃんと価値ありましたって聞いたりするんですよ。でそのセミナーが5万円だったんで、5万円の価値ありましたか、あの PV のプロモーション PV でも多分撮ってますけど、5万円の価値ありましたかって言ったら、いや5万円の価値はあったけれどももっと欲しいみたいな、まあ、もっと欲しいんだみたいな、あやさんね、あやさんがもっと欲しい、やっぱね稼ぐ人は貪欲ですね、稼ぐ人は貪欲ですよ、もっと欲しいみたいなねもっと欲しいんですかみたいな。だからそこで、お話ししましたけど、また、うん、はい、ということで、なあ長くなっちゃいましたね、まあいいや、はい、とりあえず今日が最後ですからね、しっかりコンテンツビジネス、情報ビジネスをこれから本気でやっていこうっていう人向けです、マジで、うん、で情報ビジネスができるようになったら飯食ってきますから、こう間違いなく飯食ってきます。ちゃんと集客して商品が売れるっていうスキルがあれば飯食ってきます。実際僕もそれを証明してるじゃないですか、ね、起業して3年で潰れていく起業家、会社めちゃくちゃありますよ。3年持たない。僕ねこの再生数でね借金返しながらね飯食ってるわけじゃないですか。自由自的にやってますよ。しかもこの再生数ですよ。リストもそんな少なく、だから逆に言うとね、もう俺すげえんじゃないかなみたいな、なんかすげえ偉そうに言ってますけど、いやその再生数があるとかね、客数があるんだったら誰もが分かるじゃないですか。ヒカキンさん稼いでます、誰が見ても分かりますよね。ヒカキンさん億万長者、誰が見ても分かりますよね。ドアがいてもだから目に見えるしね、ヒカキンさんのどんどん変わってる持ち物みたいな、裏とかビトンどんだけあんのみたいな、分かんないですけど見たらもう誰でも分かるじゃないですか。数もあるし、持ってるもんもなんかもう変わってきてるし誰が見ても億万長者だよねみたいな、分かるじゃないですか。僕って誰が見ても分かんないですよね。誰が見ても分かんないけど稼いでるっていう、ちゃんと売ってる、ピンポイントで売ってるっていう、だから逆になんかすげえんじゃないかなっていうねよくこの再生数で3年 やってきたなみたいな。だってみんな潰れていくわけじゃないですか、継続できないし、みんなあの売り上げ立たず潰れていくわけなんで、だからまあどっちがすごいのかって言われると多分まあ数の方がすごいと思います。だって誰が見てもすごいなって分かるからじゃないですか、だから数、あとは数が集められるっていうのはすごいことですよね。はじめ社長とかも800万人ぐらいいます、すごいことですよね。でも逆に言うと僕ね、チャンネル登録者数ね1万人で10億ぐらい稼いだら、これもすごいことなんじゃないかなって。今チャンネル登録者数が減ったり増えたりで全然そんなにいかないですけど、3400人ぐらいじゃないですか。でこれ多分まあ続けて5年後か10年続けていけば1万人にはなると思うんですよ。10年後とかになればね、まあチャンネルが生きてれば。じゃあチャンネル登録者数1万、常時再生数が100ぐらいで10億稼ぎましたって、多分ねこれも結構すごいと思うんですよ。どうすかねこれ前代未聞じゃないですか。だから僕はそっちをちょっと攻めますね目立たず有名人にならなくても10億また稼ぐみたいな、めちゃめちゃニッチにねやっていくって、隠れて稼いでいくみたいな。だから僕有名人になることが目的じゃないので、自分のライフスタイルを自由に生きていればそれでいいので。あと有名人になったらなったでめんどくさくないですか。だから今その塾生さんでチャンネル登録者数ね、もうちょっとで10万人いく人いるんですけど、やっぱねなんか
10万人になるとなんかまあちょっと言われるみたいですね。なんかめんどくさいみたいですけど。だから有名に、だからその塾生さんも言ってましたけど、別に有名になることが目的じゃないし、まあそのチャンネル登録者数10万人になるのはもちろん嬉しいことだけど、まあそこじゃないじゃないですか。まあそこを目指してるんだったらいいんですけど、有名人になりたいみたいな、芸能人になりたいとかね、なんかチャンネル登録者数100万人とかなんてテレビで呼ばれたいとかね、なんかそういう願望があるんだったら別として、僕はもう自分のライフスタイルですから、自分が自由に生きていくために必要な分だけ稼ぐ、ただそれだけです、本当に、うん、だから本当にチャンネル登録してくださいって僕言わないですから、本当に言わないですね。 LINE でビジネスしてるんで、 LINE でセールスはしてるので、 LINE に登録してくださいには言いますよ。 LINE 登録しておいてくださいね、この YouTube の下に入れておきますから。でもチャンネルは登録は別にいらないですよ。いらない、だってチャンネル登録者数何10万人いても商品 1個も売れなかったら意味なくないですか、そのコンテンツビジネス主軸であるならば。まあそれが広告ビジネスにシフトしてるんだったら別にいいんですけど、うん、だからまあ僕が10年20年続けてチャンネル登録者数が増えて広告ビジネスでこういけるようになったら、また考え方変えてシフトはしていく可能性はありますけど、ただまあそんなにいらないですからね、お金、そんなにお金稼いでも税金に取られるだけですから、日本で。だからお金を貯金したいんだったら、お金を貯金したいんだったら、日本にいないことを、日本を選ぶっていうこと自体がもう間違いじゃないですか、そもそも。そもそもお金を貯め込みたい。いや、吉田さん、僕貯金いっぱいしたいんです、みたいな。いや、だったら日本にいない方がいいっすよ。だって税金 50% 以上取られるわけじゃないですか、日本だったら。え、そうじゃないですか。だから日本でお金持ちっていうか、お金をプールしてるっていうのは結構しんどいですよ。だって稼げば稼ぐほど税金めちゃめちゃ取られるわけですからね。他の国税金ないところもあるわけじゃないですか。だから僕の塾生さんでマレーシア住んでる人いますけど、マレーシア、まあまた法が変わるか分かんないですけど、税金かかんないんですよ、ほとんど。だからそっちにいた方が良くないですか、その貯金するんだったら、と僕は思いますけどね。僕は日本が好きなんで、だからそんなに稼がなくていいっていう、稼いでも税金高くなるんで、だから自分がある程度好きなようにできる分だけでいいっていう、僕は今そんな感じです、でお金を貯め込みたいんだったらもう日本選ばないよと、そもそも。でだって日本にいなくても別にできるわけじゃないですか、動画撮れるしね、どこでもできるんで。お金貯めたいんだったら、本気で貯めたいんだったら日本離れますよ、税金高いんで。まあそんな感じですかね。はい、では終わりたいと思います。 YouTube じゃなくて LINE ですね、 LINE の方登録しておいてください。明日の今日の18時が最終のご案内です。 OK ですか。もう LINE も一発しか流さないですから、はい、 LINE 一発です。18時に流すのが一発で終わりです。はい、では終わります。